はい、ちょっとね、ここがね、これがね、長いとね、お客さんの頭に当たるんだよ、これね。ここがね。だから、ちょっと切っちゃうと思います。これちょっとぶった切りがないから。結構ね、短くていいんだよね。ちょっと傷つけといて。これ材質が違うんだよね、歯とね。ああ。切れない。朝から力出したくねえよ。傷つけといて折れないかこれ。もろって。ああ、ちょっと折れないね。ちょっとこれ傷つけといて折っちゃいます。ああ、いい子はやんないだろうけどね。おい、おい。折れるね。ちょっと、よし、折れたね。あっち。はい、こんなもんでいいでしょ。これグラインダー回すと砂だらけになって嫌だよね。はい、ちょっと短くしました。ここちょっとまだ長い、結構短くていいね。ちょっとあるだけで全然違うからね。全く切っちゃうとね、ダメなんで、意外とね、なんか当たる、動くんだよね。ねえ、チョップカットをやるときだよね。だからここ固定してチョップカットやるってのは、これぎこちないよね、こうね。両手動かした方が、なんか軽い動きだよね、チョップカットの時ね。どうよ。ね、チョップカットやるとき。チョップカットやるときは、ね、まあ、こうね、チョップカットやるときはね、動きいいよね。軽いよね、この方がね。こっち動かしちゃった方がね。あとは丸く蹴るときね。丸く蹴るとき、親指だけでこう丸く蹴るってのはちょっと難しいよね。両指で動かすと、こうやってね、こうやって切れるよね。うん。だから、小回りの効くカットってのは両方動かした方が小回りで効くんじゃないのかって、チョップカットだの、丸く切るだのは。これ丸、親指が、だけしか動かないやつの言い訳かもしれないけどね。ああ、はい。